続きまして、これも、2度目の新種語は茂加賀です。体高は163です。おぎきさんで8歳、父は、パイロで、茂加賀は初の後継種語となります。母はアレグレッサ、3勝を挙げており、祖母は富ヤル子で、岩手南関東で6勝しており、ダービーグランプリ東京三大優秀牝馬を勝ち大活躍した馬です。3区は母の他にアイクローネが特別勝ちを含む4勝、タイトクルーズが特別勝ち3勝を含む4勝、ゴールデンアックスが特別勝ち2勝を含む4勝と、堅実に活躍馬を出しております。本馬の競争成績ですが、2013年の8月小倉、芝の 1200m の新馬戦を開始をしております。10月に楓賞に勝ち、3歳になってから、福島のさくらんぼ特別で優勝、4歳でも、山城ストイックステークスで快勝しました。本馬はダートの短距離のイメージが強い方が多いと思いますが、芝の 1200m でも4勝を挙げております。4歳の3月から主にダートの短距離戦で活躍し、オープンの芝ステークスで勝ち、6月の北海道スプリントカップでは、ボアゾンブラック、大成レジェンドなどを破り快勝しております。芝で4勝、ダートで10勝を挙げています。昨年岩手で現役を終えたのですが、岩手では、8連勝しており、着差が大差、大差、8馬身、7馬身と、全く相手を寄せつけませんでした。タレツ企業の方は受胎条件30万円、産地誕生50万円です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。